群衆シミュレーションは非常に多くのものやキャラクターの動きをシミュレートするプロセスのことを指し映画などの3次元コンピュータグラフィックスにおいてよく使われる技術である。群衆のシミュレーションの他に観察された人間の振る舞いや相互作用を考慮に加えることで群衆の相対としての振る舞いが再現される。これはバーチャル映画の制作方法である。群衆シミュレーションは スケルトンやボーンといった伝統的な手法を使ったアニメーションで可能な範囲よりも多くのキャラクターが真に求められる際に必要とされる。群衆のシミュレートは個々にシミュレートされたキャラクターや物の,の全体的な制御を可能にし費用対効果をもたらす。アニメーターは通常キャラクター全体あるいは個別のボディパーツの動きのライブラリーを作成する。 工程をシンプルにするために、これらの動きは毛布ターゲットとして作られる。動きはソフトウェアによって自動的に振り付けされて生成されることもある。テンプレート、コレクティブアニマルビヘイビアー。ありがとうございます。